M109 はメシエカタログに掲載されている天体である。実際にどの天体を指すのか二つの説があり、いずれも大熊座に位置する銀河である。M109 はフランスの天文学者メシエによるメシエカタログの総工の99番目にある天体のこと。この天体は出版されたオリジナルのメシエカタログには収録されていない。メシエはメシエカタログにおける M97 の説明の中でこの天体について触れているが、オオグマザガンマ星の近くにある星雲としか記述していない。総工では、幾分詳しく、オオグマザガンマ星の近くにある星雲。設計はガンマ星とほぼ同じで、席はガンマ星の一度ほど南にある。メシャン氏が1781年3月12日に発見した。とある。 1953年、アメリカの天体物理学者で天文学史家でもある、オーエン・ギンガリッチは、メシエの走行から古天文学的計算によってこの、天体の1781.3年分点の位置を、設計、11時43分、石位、プラス54.5度と算出した。ところが、ギンガリッチが示した位置には何もなく、数字の上では、設計は、 NGC3953 とよく一致しており、赤ーは NGC3992 とよく一致していた。それにもかかわらず銀河リッチはこれを NGC3992 と同定し、M109 としてメシエカタログに付け加えた。これによって、以後現在に至るまで NGC3992 が M109 として公式に認められている。 しかしながら、銀河リッチが算出した位置には、実際には何もなかったわけである。メシエカタログの走行における、メシエ自身の記述に従えば、メジャンが発見した天体は、ガンマ星の南にある NGC3953 の方が、むしろふさわしいと言える。2006年、オランダの天文外交化編クブリルは、1795年にパリで観光された、 フラムスティード製図の第3版においてガンマ星の南側に星雲を示すマークが記載されていたことからメシャンが発見した天体イコール NGC3953 節を唱えている。フラムスティード製図のパリ第3版はダランドとメシャンによって編集されたものである。このメシャンこそ M109 の発見者とされるメシャンその人である。ブリルは NGC3992 と NGC3953 がほぼ同じ明るさで NGC3953 の方が小さいことも根拠として挙げている。成分や銀河の明るさは広がりを持った全体についていったものなので同じ高度でもサイズが大きくなれば淡くなるしサイズが小さければ明るく見えるからである。ブリルはまた メシエが1781年3月24日に観測したのは NGC3992 で12日前にメシャンが観測した NGC3953 と混同してしまったのではないかとも主張している。NGC3953 と NGC3992 は大熊座ガンマ星、同海星。 呂剣座後万星に囲まれたあたりに散在する、いくつかの銀河と共に、局所銀河群の金傍にある、銀河群、M109 銀河群のメンバーである。メシア、C、カタログでネビューリアスイデーエイエメイズディエトワール。コンネセンスで単1 7 8 4パリ、1781、ピアニッシモ、227から267、当時はまだ、 銀河というカテゴリーはなく広い意味での星雲の一種とされていた。ないは役者による放棄。ギングリック、O、メシアンヒツカタログツ、スカイテレスコープボリューム12、1953、P289、ラランデ、J、J、メキン、P、アトラスセレステデ・フラムスチード、サンエムエド、パリ、1795、ハーシェル、 カイダカタログオブ500ニューネビューリー、ネビューラススターズ、プラネタリーネビューリー、アンクラスターズオブスターズ、ウィズリマークソンザコンストラクションオブザヘブンズ、ザフィロソフィカルトランザクションス、オブザロイヤルソサエティオブロンドン、ボリュームザキー、ロンドン、1802P520、ハーシェル、J、オブザベーションズオブネビューリーアンクラスターズ、オブスターズメイドアットスラウ、ウィズ、 A20, Feet Reflector, Between the Years 1825 and 1833, The Philosophical Transactions, Of the Royal Society of London, Volume Coucous, London, 1833, Herschel, J, A General Catalogue of Nebuli and Clusters, Of Stars for the Year 1860.0, With Precessions for 1880.0, Proceedings of the Royal Society of London Vol. 13ロンドン1863-1864 Admiral Smith WH The Bedford Catalog From A Cycle of Celestial Objects Vol. 2ロンドン1844ありがとうございます